GNU フリードキュメンテーションライセンス GNU フリードキュメンテーションライセンス GNU フリードキュメンテーションライセンスは GNU プロジェクトの一環としてフリーソフトウェア財団から配布されているコピーレフトなイセンスの一つである略称として GNU、FDL GN、GNUFDL、GFDL、GFDL などと書かれることもある GNU は GNU あるいは グヌーと発音する。日本語訳では GNU フリー文書利用許諾契約書という語が用いられることがあるが一般的に契約といえるか否かは異論も存在するライセンス著作物全般の利用許諾のライセンス参照。なお GNU の公式サイトで使われる日本語訳は GNU 自由文書ライセンスである。このライセンスは 文書たる著作物につき、営利、非営利を問わず著作権者が著作権者以外のものに対して改変、複製、反復することを一定の制約条件のもとに許諾するものである。大まかに言えば GPL と同様に著作権者が次のような許可を与えるライセンスである。こうが他人に対して事故の捜索による 著作物 A の自由な利用を許す方法としては、こうが著作物 A にかかる著作権を全て放棄して著作物 A をパブリックドメインに帰属させる方法がまず考えられる。しかし、この方法によれば、他人が著作物 A を改変、翻訳することによって創作した二次的著作物 A の著作権の処分は、当該他人の自由意志に委ねられるため、 著作物への自由利用は保証されず、いわゆるコピーレフトの実現が不十分となる。そこでこうが、著作物 A の著作権を放棄することなく、他人に対して著作物への改変、翻訳を許諾する条件として、当該他人が、著作物への改変、翻訳により創作した二次的著作物 A も、また、乙以外の他人に自由に利用させる義務を課すことにより、 問題を解決しようとするのが GFDL の骨子である。なお GPL が主にコンピュータプログラムの配布を目的としたライセンスであるのに対し GFDL は文書の配布を目的としており文書に特化した条項が定められている。文書が自由に利用できる状態が失われないようにするために以下のような条項がある。A という人物が GFDL で文書を公開したとする。B という人物がその文書を自分で書いたかのように見せて配布したとすると、A の著作者、原作者としての名誉が失われてしまう。また、B がその文書の改変版を作った上で、改変後のものを A が書いたかのように見せて反布すると、改変した内容によっては、これもまた A の名誉を損ねてしまう結果となることがある。 これらの問題を避けるために改変する際には次のような規定がある第4条より GFDL は以上のような文書たる著作物のコピーレフトを目的としたライセンスとして代表的なものの一つであるが以下のような未解決の法律問題も抱えている GFDL は著作権者以外のものによる文書の改変を認めるとともに改変版には大扉に 元の文書の著作者として、最低5人の主要著作者を列記するとともに、文書にあるすべての著作権表示を残すことを要求している第4条。著作権法28条によれば、現著作物の著作者が有する指名表示権は二次的著作物にも及び、現著作物の著作権者は、二次的著作物の利用に、関して二次的著作物の著作者と同じ内容の、 権利を有する。しかし、現著作物の創作的表現が存在しないと認められる程度に改変がされた場合は、当該改変版は現著作物の二次的著作物ではないため、現著作物の著作権者は改変版に対して著作権を行使すことができない。さらに、著作者は指名表示を要求することができなくなる。 GFDL は全てのものに対して自由な改変を認めるライセンスであるがゆえに複数のものによる改変を経ることにより原著作物の創作的表現が消滅してしまう機会が多いと考えられるがそのような場合でも第4条に基づき主要著作者としての表示が必要になったり著作権表示を残すべきかは問題がある日本では 著作者ではないものの実名等を著作者名として表示した著作物の生物を反復した場合は著作権法121条により刑罰の対象になる通常著作物の利用許諾をする場合利用許諾書が規定するライセンスの成立及び効力につき準拠法を指定する条項が存在するしかし GFDL には 準拠法に関する条項が存在しない。法律行為の成立及び効力につき、当事者が準拠法の定めをしなかった場合、準拠法を締結地方とするか、履行地方とするか、当事者の本国法とするかについては、国際司法の内容が国により異なることもあり、世界的に統一された扱いができないが、いずれにしても当事者の意思とは、 無関係に準拠法が定まることになる。日本が法定値になる場合、法の適用に関する通則法8条が適用され、利用許諾につき最も密接な関係がある地の法による。このため、原著作権者 A がその著作物につき GFDL を適用して公開した後、別のもの B がその改変版を公開する場合、A によるライセンスと B によるライセンスとでは、 同じ GFDL を適用していながら、それぞれ準拠法が異なるケースが生じることになる。そのため、同じ文言のライセンスの下に利用許諾をしているにも、かかわらず、改変版をめぐって、法的な争いが生じた場合、元の文書の著作権者ごとに、ライセンスの成立及び効力について異なった法を適用しなければならず、法律関係が複雑になる懸念が生じかねないという、題がある。 なお、著作権の内容自体は、著作物の利用行為地方が、準拠法になると解されている。詳細は著作権の準拠法を参照。その他の問題については、ライセンス、著作物全般の利用許諾のライセンスを参照。フリーソフトウェア財団、FSF により GFDL としての効力があると、承認されているものは、英語の原文による、ライセンスのみであり、 公式の多言語訳は存在せず、FSF としても多言語の訳文を承認しない方針をとっている。これは語訳の可能性があるものを承認することによって、生じるリスクを回避するためである。そのため、使用するときは、英語のライセンス文書を使うことになっており、日本語訳はあくまで参考として示すにとどまっている。非公式ではあるものの、八田正幸による、 バージョン1.2の日本語訳が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。